広島駅、神谷町方面ホーム宇治名4丁目停留場は、広島市南区宇治名神田4丁目及び5丁目にある、広島電鉄宇治名線の路面電車停留場である。駅番号は U14。当停留場は1935年、宇治名線の五歳祝橋東詰めから宇治名までの区間が、新線に移設された際に開設。当時は7丁目停留場と称していた。 1945年8月6日の原爆投下により宇品線をはじめしない電車は全線不通となるが、東停留場を含む宇品線の電鉄前から高宇品までの区間は同月18日に運行を再開している。戦後、1960年には宇品7丁目、停留場へと改称される。しかし1968年8月には宇品町で町名変更が実施され、 同年9月には宇治な4丁目停留場へと、停留場名が改められている。なお、東停留場が宇治な指定名と称するまでは、隣の宇治な5丁目停留場が同名を称していた。宇治な線はほぼすべての区間で軌道が道路上に敷かれた平用軌道であり、東停留場も道路上にホームが置かれている。ホームは低床式で2名があり。 南北方向に伸びる2本の線路を挟み込むように配置されている。ただし互いのホームはハス向かいに位置しており、北に広島港方面へ向かう下りホーム、南に広島駅上谷町方面へ向かう上りホームがある。いずれのホームとも3両5両連接車に対応したホーム長を持っているが、上屋は単車の乗車口あたりにしかない。軌道が敷かれている宇じ通りは、 福音が強小であるため、かつては安全地帯が設けられていない平面、停留場であったが、同じく平面停留場であった宇治の三丁目、停留場で交通事故が起きたことにより整備が進められ、1994年8月末に安全地帯の設置が完了している。当停留場には、広島電鉄で運行されている系統のうち、1号線、3号線、5号線、 それに例号線が乗り入れている。付近は古くからの住宅街である。ところどころではマンション建設など小規模な再開発が進む。広島県駅乗降客数。2021年3月11日閲覧。当時の終点であった宇治の停留場は現在の広島港停留場の位置とは異なり、広島市営、三橋付近に存在した。海岸通停留場も参照。 ABCD 今尾圭介、日本鉄道旅行地図帳11中国四国、新庁舎、2009年、38ページ。ISBN 978から4から10から79万29から6。ABCD、広電が走る、待ち根弱150から157ページ。AB、広電が走る、待ち根弱91から92ページ。AB、川島慶造。 山陽、山陰ライン全線、全駅、全廃線第7巻広島エリア、高段車、図節、日本の鉄道、2012年、15.81ページ。ISBN 978から4から06から29万5157から9。AB 川島慶造、全国鉄道事情大研究中国編に、創始者、2009年、103から109ページ。 ISBN 978から4から794217110ありがとうございます。